の？それじゃあ途中まで一緒に帰ろう。そうなんだ。わかった。それじゃあバイバイ。ないんじゃないの、先輩。京介ちゃんには先輩なんて呼んでくれる可愛い後輩はいないか。あ、っていうか、昔みたいな呼び方でいいかな。京介ちゃんって今更だけど。そう、そうだよね。途中まで一緒に帰ろうよ。やっぱり外は寒いね。晴れてるってのに。というか、雪降ってるより寒さ感じない？ああ、まあそうかもね。友達にもよく言われるかも。ん？うん。どんな感じ？おとなしい感じかな。あんまり人と喋ったりはしないし。でもそれでいて結構目立つんだよね。目立つっていうか、いつの間にか中心にいるって感じ。あ、存在感だ。存在感って言葉。本人にはそのつもりはないみたいだけど、そういうのが結構あるんだよね。この前のミッキー、それが気に入らないみたいなんだけどね。ってわけでもないんだけど。けど、エマのことが何か気になるの？あ、私公園の方だわ。あのさ、そのちょっと話したいことがあるから途中までダメ？双葉のことなんだけどさ、ちょっと聞きたいことが。あ、そうか。じゃあ無理かな。
ちょっと微妙なことなんだけどさ。双葉ってさ、双葉は私のこと。いや、やっぱなんでもない。うん、それじゃあここまででいいや。バイバイ。ちひろかじゃないでしょうが、奥歯ガタガタ言わしたのか、ほんま。ああ、もう、この忘れ歯さん、どうしてそう忘れっぽいのかな。うん、わかればよろしい。寒いっす。鼻水が。昨日って確か公園を通って商店街に行ったよね。じゃあ今日は公園を通らないルートで駅前まで行こう。するね。
土手？あ、そっか、この辺だったよね、そういえば。そっち通っていこうよ、ね、そっち、河川敷、土手、ほら、3年 B 組の金さん。なんでさ。込んだみたいでさ、風はビュンビュン吹いてたけど、いい場所だったよ。うん、サンデーも気に入ったって。いや、水も綺麗だった。嫌な匂いしないもん。あの土手で遊んだこともあったよね。今度さ、みんなで遊びに行こうよ、ダンボール持って。土手の斜面をさ、こうガーッとみんなしてやったでしょ。え、なんで？場所にあるんだね、駅前とかから。うん、まあね。京介くん、の友達の神崎です。こっちは黒猫のサンデー。にゅー。京介くん、もう亮の顔は見たかね。それがわからないから聞いているんだ。なんでも今年は少し予定を早めるとか聞いてね。まったく、いつまで母親に会いに来るつもりなんだ。血のみ子じゃあるまいに。
誕生日ごとだ。まったく、友人でも恋人でも見つけてそいつと祝えばいい。通りも通りだ。実の妹なら早く親離れするよう忠告でも。の、ああ、あ、救急車だ。またか。また？救急車ってそんなに多いんですか？ん？ああ、ここ最近は普段よりも多いんだ。なんかちょっとおっかなそうな人だったね。りょうって誰？喫茶店に寄ってく？キキだっけ？そう。あ、まただ。本当に多いんだね。お帰りなさい。遅かったわね。そう。とにかく買い物に行きましょう。お腹空いたんじゃない？戸締まり大丈夫？